阪神競馬場本日のメインレースの発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはマークオブフィネス、マチカネドリームズ。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してマークオブフィネス鼻に立ちます。その後ろからはマチカネドリームズ、この馬も上がっていく構えです。さらにはプライマルアミーナ、2番スワーブプレイリー、その後ろ先手を取ったのはマークオブフィネス。大きく離れましたドンバダスター、キョシアンブレラ、それに続いています。内からはデームセレーザ、並んで5番ソフトサミング、その外からフィシナージャ、その隣にパッサーアート、その横にシグマサジタリアス、シェルベッド。この馬もこのグループ、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭は依然としてアサヒハイフューチュリティステークスの勝ち馬マークオブフィネス、マークオブフィネス後続を引き離します。2番手はマチカネドリームズ。さあいよいよ直線の攻防、マークオブフィネス先頭、2馬身から3馬身のリード、マチカネドリームズ2番手、手応えはどうか。内からドンバダスター、残り 200m を通過して一気に後続が襲いかかってきた。2番手はドンバダスター、マークオブフィネス先頭だ。先頭はマークオブフィネス、1着でゴール、2着はポンカーズタートル、3着にドンバダスター、1番人気に応えましたマークオブフィネス、見事です。阪神競馬場本日のメインレースの発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート、先行争い何が行くでしょうか。オリーブステークス前に行きそうです。ウィンドオリーブ、それに続いています。さらにはクラシカルカフェ、地方からの挑戦レインボーアルカ、その後ろ先手を取ったのはオリーブステークス、これに続くのがマイネソプラノ、並んで6番アスリーブリンガー、好位置をキープしています。スパイラルシダマ、緑の帽子サベラハワイアン、その後ろ内からはレッドビンク。さあ第2コーナーをカーブして向こう上面に入ります。ベルズワッシュ、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。その外から名勝ボディエクストラファシリュー、そのうちに続いています。さらにはサムタイムダスター、その後ろに大鳥バレー、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として7番オリーブステークス、2番手はウィンドオリーブ、クラシカルカフェ、3番手スパイラルシダマ、いい位置、果たして先頭を捉えるか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はオリーブステークス、その外からはウィンドオリーブ、クラシカルカフェ、その後ろ4コーナーカーブから直線コースに向きましたウィンドオリーブ先頭、内からぐんぐんとスパイラルシダマ先頭、あと 200m、 先頭は依然としてスパイラルシダマ、残り 100m、 2番手は名勝ボディスパイラルシダマ、粘るスパイラルシダマ、スパイラルシダマ1着、2着は名勝ボディ、3着にサベラハワイア、1番人気に応えましたスパイラルシダマ、見事です。先週の桜花賞に続き、今週はボバのクラシック第1弾皐月賞。最も速い馬が勝つと言われるこのレース、中山の 2000m を制するのは果たしてどの馬でしょうか。さあ最後は大外枠のムンバウンダリー、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ヘイルトリップ、好スタートを切りましたアマミコプラン、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくヘイルトリップ、
行きました。続いて前へ行くのはアマミコプラン、さらにはオートリナトリウス、16番サドンウィンクル、その後ろヘイルトリプル、先手を取りました。これに続いてマイネルコンケスト、ストライクアサヒ、それに続いています。その外からムンバウンダリー、その隣にベジロジュニア、エイシンキャロット、すぐ後ろ並んで3番アローンウェイク、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。その外にマイネルウェーブ、すぐ後ろにレッドグレコ、青の帽子スイフトスピーチ、その後ろすぐ後ろに LO、 その外にアスリー AB、 並んで6番ティムズゼファー、すぐ隣にジムカスラップ、 1000 メートルを通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。オリーブールバー、その前に進出、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前はヘイルトリップフル、ヘイルトリップフル、後続を引き離す。2番手はサドンウィンクル、絶好の手応えです。オートリナトリウス3番手、さあサドンウィンクル、このまま逃げ切れるでしょうか。後続も追い上げていきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。サドンウィンクル先頭、しかしその差はわずか、粘り込めるか。残り 200m を通過して、サドンウィンクル先頭、2番手はオートリナトリウス、サドンウィンクル先頭だ。サドンウィンクル1着、2着はオートリナトリウス、3着にムーンバウンダリー、サドンウィンクル1番人気に応える見事な G1 勝利です。